富ぐスク市、富ぐスク市、富ぐスク市は沖縄本島南部に位置する市である。2002年に島尻郡富ぐスク村から町とならずに市政を施行した。沖縄県の県庁所在地である那覇市の南に隣接しているためベッドタウンとして人口が増加している。東洋経済振興社が調査した成長力ランキングで2006年は全国1位となった。 2008年の順位は3位、2009年は7位と下がったが2010年に再び全国1位となった。姿勢を施行して以降8年連続で上位10位以内を維持している。2008年12月20日に富スク道路に道の駅と夜先がオープンした。沖縄本島南部の西海岸に位置し、東、シナ海に面している。 東西に長い長方形をなしており、北は那覇市に隣接している。中部をヌーハ川が西流、後北流して万湖へ注ぐ。セナが集落から600メートル沖合に周囲1.5キロメートルのセナが島がある。戦前まで島内に小さな集落が形成されていたが、戦後は無人島になった。1946年に米軍に接収されたが、 沖縄の本土復帰後の1977年に返還される。現在は橋が架かっており、自動車での往来が可能で、釣りや潮干狩りの名所として知られるほか、海水浴場、キャンプ場や野球場などの娯楽施設が整備されている。市政施行前、富臥村の事務所は、日本の町村で唯一、役所を名乗っていた、通常は役場。その根拠は、 復帰前に沖縄で施行されていた市町村自治法1953年立法第1号の第4条は市町村役所の位置を定めもしくはこれを変更しようとするときは条例でこれを定めである。復帰後、富城区村は日本の地方自治法に基づく村となったが地方自治法には市町村の事務所をどう呼ぶかについて規定はない。 沖縄県の名字と同様、地名の読みが沖縄特有の読みから標準語化する流れを受けて、富城すでなく、富城が慣例として用いられることが多い。私立富城す中学校の読みは、富城すであるが、市内の県立高校2校と私立富城す小学校の読みは、富城である。ただ、琉球王国のぐす及び、関連遺産群の世界遺産登録前後からは、 グクの読みを再評価する機運も高まっている。神話によると、琉球の国土は女神天見清と小神、シネリ清によって作られた。そして天見清の子、南海、大神かなし、南海憂雄神がなしによって、富ぐスクの村づくりが始まったとされる。南海、大神かなしは、まず、瀬長島に集落を作った。したがって、富ぐスク発祥の地は瀬長島ということになる。 そこに住む人々は、反応反漁で生計を立てていた。しかし、瀬ナ島は、工作に適した土地が少ないため、天見清から数えて四代目の富城区大神金氏が、工作地を探して陸地へ渡った。そして現在の富城区城跡近くに敵地を見つけ、そこに今を据えて、開墾を始める。内陸での村づくりも軌道に乗り、人口も徐々に増えてきた。 しかし水田と畑を合わせても村の全人口を養うには足りなくなった。そこで人々は周辺へ移り住み、新たに、カカズ、ネサブ、ニオハ、タカヤス、ナガミネ、ヒララなどの集落が生まれたと言われる。18世紀半ばに琉球王府によって編集された歴史初級日によると、トミグスク条主の王祖、ワンボウソが中国に留学した際、流線の競争を見て感激し、 帰国後に同様の船を作って、マンコで遊覧したの始まりとされている。また、トミグスクの王様ワン・オーゾハーリー由来物語、PDF 版という絵本が非売品として、トミグスク商工会青年部町づくり有志の会により2010年12月29日、発行され、市内の学校図書館に数冊寄贈されている。また、旅行漁港祭りなどでも、無料配布されている。 富ぐすく市にも数カ所のグスクが存在する。富ぐすグスクくは、自富グスク集落近くの丘の上にあり、後に、南無山王となる、大王蘇、万王蘇が築いた城と言われている。宮間時代において、重要な地位を占めていたが、後に、琉球を統一する中山王、昭波市の日攻めによって落城したとされる。とさ、現在の高知県の漁師に生まれた、ジョン万次郎、 中浜万次郎は14歳で寮に出て遭難し、捕鯨船に救助されてアメリカに渡った。日本に帰国後は日米和親条約の締結に貢献するなど日米の架け橋になった人物。万次郎は帰国前の1851年琉球に上陸するも長期にわたって役人による尋問を受ける。しかしその間、万次郎は高安家を自由に出入りでき、 琉球王府は料理人を使わせて、食事の世話をしたり酒も得たという。上陸から半年後、万次郎は、高安家をはじめ村の人々と別れを惜しみつつ、日本へ向かった。ジョン万次郎が、高安家で手厚くもてなされたのは、琉球民が土砂に漂着した際暖かく介護された、ことへの琉球国王の返礼だったと言われる。万次郎の中浜家と高安家の交流はその後も、続き、 その縁で、富城市と戸佐清水市は、姉妹都市となっている。富城村であった1976年、昭和51年4月1日に、村省を決定した。その後、市政移行に合わせて、平成14年4月1日より市章として、引き継がれている。2002年、平成14年の市政市工事、それまでの市中央部の上田地区、1958年、 昭和33年建築より、市南西部の小川地区の現庁舎に移転した。現庁舎は閉店した大型家具店、与那城家具富臼区店の建物を利用したもので、建築は1984年、昭和59年である。将来の新庁舎建設を前提とする仮庁舎という形であり、2014年、平成26年に市庁舎建設基本構想を策定している。 日本。2006年3月に、現在の那覇市おもろ町、那覇新都心に移転するまで、NHK 沖縄放送局の放送会館が市内、高安、現在の NHK、富臼区高安テレビ FM 放送書敷地内にあった。沖縄県内テレビ局全局と、NHK ラジオ、琉球放送、RBCI ラジオの送信書が、 市内3カ所にそれぞれ設置されている。2008年には、市内で、初めてのコミュニティ放送局である FM と読み、公式サイトが開局した。琉球バス交通、沖縄バス、那覇バスの3社が運行する。琉球バス交通は、国道331号線を通り那覇、糸満間を結ぶ糸満、甲羅線、道の駅と夜先発着の那覇市、浦添市、 宜野湾市方面の路線、富城市内一周線を運行する。沖縄バスは、糸満、甲羅線を、琉球バス交通と共同運行する。那覇バスは、県道7号線を通り那覇糸満間を結ぶ路線や、那覇市と富城市を結ぶ路線を運行する。他に、那覇市内線、那覇バスが運行、均一運賃の一部が、富城市内の那覇市との市境付近を通っている。 2006年2月20日から、琉球バスの浦添、宜野湾方面、雪の一部のバス路線、4路線が、那覇バスターミナルから、5六地区を経由し、市内が那覇まで延伸されたことにより、富城市と浦添市中心部、宜野湾市、琉球大学の直通移動が可能となった。琉球バス交通成立後の2008年8月1日より、市内の豊崎タウンに、 本社兼用の営業所が落成されたことにより、さらに同営業所付近の道の駅、豊崎まで延長され、一路線しか停車しなかった、市役所前に停車する路線が大幅に増えた。以前は、ほとんど、那覇市と糸満市を結ぶ路線の途中経由区間でしかなかったが、2002年に市役所が移転したため既存のアクセスでは不便になった、ことより、市内一周バスを運行したり、 富城区市内を起点として、浦添市、宜野安市への直通路線が開設されるなど、市内のバス事情も変わりつつある。BT= イコールバスターミナル。1920年、大正9年5月に全線開業した、馬車軌道。糸満街道沿いに付設され、富城区市内には、千波、中地、伊良ハ、ザヤス、ヤスエ長に停車場があった。 1939年、昭和14年11月に廃止。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。